次の社会へ信頼の答えを Trustworthy Solutions for the Future。 培ってきた信頼の技術や知見の総力を結集して革新の答えを創造する。そして私たちは3つのフィールドに注力します。例えば安全安心リモート社会、ニューノーマル時代への挑戦がもう始まっています。新型コロナウイルスの感染拡大で人の移動、特に飛行機による国際間の移動が激減しています。我々の自動 PCR 検査システムではロボットを使って大量に早く検査をすることができ、現在大変ご苦労されている医療従事者の皆さんの負担を軽減することができると思います。またこれを空港に設置することで皆さんが安心して海外旅行に行ける社会にしていきたいと思います。この数十年間、大雨や台風、地震などの自然災害は増加傾向にあります。当社はドクターヘリやオフロード四輪車、非常用発電機など災害対応製品を提供しています。そして現在、災害地に海から被災地に向かい、ドクターヘリで患者を搬送する救難病院船を検討しています。そこには負傷者を遠隔から治療できる医療ロボットを搭載します。医師や看護師など医療従事者の負担を医療ロボットで軽減し、迅速な対応が求められる災害時に速やかな救援を実現します。さらに近未来モビリティを活用したソリューション、遠隔監視システムや自動運転技術が新しい輸送や移動を提供します。現在宅配サービスなどの物流が増加しています。厳しい労働環境や人手不足などの問題も今後ますます世界で顕在化すると思われます。この社会課題に対して我々川崎重工は無人で物資を運ぶヘリコプターや四輪車、ロボット技術を組み合わせると完全に無人でお客様に荷物を届けることができると考えております。将来はモビリティアザーサービスと呼ばれるシームレスにつながる次世代交通システムとも連動して世界の物流改革に貢献していきます。そして水素サプライチェーン実現によるエネルギー環境ソリューションが持続可能な社会を実現します。水素は二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーです。今の天然ガスと同じように水素サプライチェーンが実現し、地球規模で水素を利用できるようになれば温暖化や気候変動への対策に大きく貢献できると考えています。子どもたちがこれからも生き生きと暮らせる社会にしていくために、運搬・貯蔵に必要なマイナス253度という極低温を保つ断熱技術をはじめ、水素を安全に利用するための技術開発をリードしていきたいです。そのためにも世界初となる日本オーストラリア間のパイロット実証を成功させ、商用化に向けた技術開発を進めていきます。グループビジョン2030は次の社会へ信頼の答えを。2020年、川崎重工グループはフロンティア、ニューバリューズ、クロスオーバーという3つのキーワードを軸に新しいグループビジョンを制定しました。これらを実現する私たちは、世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献するグローバル川崎です。